皆さんこんにちは。初等科修士に学ぶの時間です。今週も桂木奈美がお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、先週は日本は海の国というねお話をお届けしましたが、今回はですね、あの9月1日に起きた日本にとって大変ショッキングな出来事のお話です。それではお聞きください。焼けなかった町。大正12年9月1日、東京では朝から蒸し暑く、時々にわか雨が降ったり、また急に激しい日が差したりしました。ちょうどお昼になろうとする時でした。気味の悪い地鳴りとともに、家も塀も一度に激しく振動しました。ガラガラと倒れてしまった家もたくさんありました。やがて倒れた家から火事が起こりました。あちらにもこちらにも火の手が上がって、みるみるうちに一面の火の海となりました。水道は地震のために壊れて火を消すこともできません。火は2日2晩続いて、東京の市中は半分ぐらい焼けてしまいました。ところで、この大火事の真ん中にありながら、町内の人たちが心を合わせてよく火を防いだおかげで、しまいまで焼けないで残ったところがありました。この町の人たちは風にあおられて四方から燃え移ってくる火を慌てず、よく落ち着いて自分たちの手で防いだのです。まず指図する人の言葉に従って人々は2列に並びました。第1列の端の人が井戸から水を汲んでバケツや桶に移すと、人の手から手へと順々に渡してポンプのところへ送りました。第2列の人たちは手早く空になったバケツや桶を井戸の方へ返して新しい水を汲みました。そのうちにこういう列の組がいくつもできました。みんな一生懸命に水を運びました。また他の一帯は手分けをして、火の移りやすい店の看板を取り外したり、家々の窓を閉めて回ったりして、火の移らないようにしました。こうして夜通し根気よく火を防ぎました。年寄りも子供も男も女も、働ける者はみんな出て働きました。自分のことだけを考えるようなわがままな人は一人もいませんでした。次の日の晩遅くなって、やっと火が燃え移る心配が薄らいできました。みんなはそれに力づいて、とうとうしまいまで働き続けました。見渡す限り焼け野原になった中に、この町だけは立派に残りました。いや、こんなことってあるのかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これ実話なんですよね。関東大震災では約10万人の方が、ね、亡くなったと言われていますけれども、そのうちの9割は火事によって亡くなったというふうに言われています。それだけ大きな火災が起きてしまったんですね。私この教科書の記述で改めてそうだったと思ったのが、火は2日2晩続いてとありますよね。まあ、1日の火事だってえらいこっちゃなのに、そんなに長く続いたんだということで、はい、東京の市中は半分ぐらいが焼けてしまいましたと描写されていますね。で、実際にそんな中で奇跡的にというと、まあ、半分語弊があるのかもしれませんが、焼け残ったのが神田佐久間町と神田泉町になります。まあ、この2つの町はくっついているんですけれどもね、秋葉原、今でいう秋葉原の駅の東で、神田側の北側のエリアで、東西にも南北にも約400メーター四方のほぼ四角形の地域で、1630戸が焼けずに残ったんだそうです。
で、千代田区立泉公園というのがその辺りに今でもあるんですけれども、その一角には自然災害伝承碑防火守護地というのが建っていまして、そこにはこの付近一帯は大正12年9月1日の関東大震災の時に町の人が一致協力して防火に努めたので出火を免れましたというふうに刻まれているんだそうです。で、この教科書の中では住民たちがですね、力を合わせて、はい、消火活動に励んだということが描写されているんですけれども、実際にはそれだけで火が止められたわけではなかったようですね。30時間に及ぶ住民たちの消火活動に加えて、神田泉町の北西部には、この四角のエリアの北西部には東京市下水道ポンプ所というのがあって、でその地下の貯水池の水が使えたっていうのもラッキーだったことに加えて、そのエリアにはもともと河川、神田川が流れていたりということですね、河川があったり近代的なレンガ構造の建物が並んでいたりして、そのレンガ防火壁の役割を果たしたんですよね。そういった地の利ですとか耐火構造物にも恵まれていたと言えるでしょう。で、関東大震災の時に全体、東京全体の77箇所から火の手が上がったというふうに言われているんですけれども、ここ神田佐久間町、それから神田泉町は火の元にならなかったんだそうです。そこから出火はしなかったっていうことなんですね。それもすごいなと思いませんか。というのもこれにはちゃんと理由がありまして、江戸時代に大火の火元になってしまったことから悪魔町なんていうね、忌まわしいニックネームが付けられていたんだそうです。佐久間と悪魔って一文字しか違わないですよね。佐久間をもじって悪魔町なんて呼ばれるような忌まわしい過去がありましたので、そんな過去から決別すべく町民たちは火の始末の人一倍心を砕いていたんだそうです。具体的には火消し用の天水桶を辻々に置いたり、井戸をたくさん掘ったりしていたということなんですね。加えて見回りをしたり火消しの訓練といった伝統も明治時代大正時代と受け継がれていました。で、さらにですね、この教科書の記述では老若男女が協力して火を消したっていうふうにあったんですけれども、ちょっと調べてみますと、老人とか女性とか避難することが難しい人たちは先に上の公園に逃がしたんだそうです。ですので、残った屈強な大人たちはですね、孝行の憂いなくといいますか、ちょっと子供が心配だとかじいちゃんが心配だとか思わずにその火を消す作業に先進できたというのも良かったようですね。さらには泉町の三井慈善病院の自衛消防組織にガソリンポンプがあったり、さらには町内の帝国ポンプという会社に間もなく目黒消防署に納入予定だったガソリンポンプもあったりして、2台のそういったポンプを使えたということも大きかったそうです。とはいえやっぱりね、その地の利とかものがあったとか、耐火レンガ構造物があったとか、そういったことだけではそこまで成功しなかったと思うんですね。そういったもともと恵まれていたことに加えて人々が一致協力して消火活動をしたということが、この2日2晩にも及んだ関東大震災の火災から町を守ることにつながったんだと思います。ですのでやっぱりこう共同体を守る利他の精神というんですかね、それをこの教科書でも伝えたかったんじゃないかなというふうに思います。ね、自分のことだけを考えるようなわがままな人は一人もいませんでしたっていう記述もありますよね。で、これが まさに日本人らしさでありまして、自分のことよりも他人のことを優先する、自分のことよりも共同体を優先する、そしてさらには国家のことを優先するというこの精神が、その後、戦いになった時にも日本軍の強さにつながっていったんじゃないかなというふうに思います。それにしてもですね、関東大震災これだけ大きな被害を出し、そこからの復興が見事だった
ということも語り継ぐべきだとは思いますが、今東京に住んでいる私たち、同じような大震災が遠からず来るというふうに言われている中で、この時の経験をですね、ちゃんと教訓として生かせているでしょうか。そのあたりはしっかりともう一回ね、こういった記述に出会ったことをきっかけに自分の生活備えを見直さなくちゃいけないなというふうに思わせていただきましたね。はい、9月1日、まもなくまた今年もやってきますけれども、そんな時には単に今日はそんな日だったなっていう記念日意識で終わらせてしまうんじゃなくて、自分自身のそして自分の家の備えをもう一度確かめる日にもしたいと思います。ということで本日はこのあたりでまとめさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。